って作れたなって個人的には思うぐらい。どうも皆様こんばんは、セボリタ3世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。シャオミのレッドミーバッツ5、そしてレッドミーバッツ5プロです。さあこちらはですね、先日発表になったもの。シャオミって言えばですね、もう勢いすごいですよね。スマホとかですね、まあたくさん作ってる会社ですけれども、今回新しく出したのはですね、レッドミーバッツ5、そしてバッツ5プロになるわけですよ。両方とも価格は1万円以下、本当かなって思うんですけど、さらにですね、こちらノイズキャンセリングが最大52dB下げることができるっていう、本当かな。もちろんコーデックもしっかり積んでるということで、とても1万円以下じゃ成り立たないようなものになっています。シャオミさんからですね、お借りしました金銭のやり取りとか商品もらったりとかそういうこともありません。終わったらご返却という形になりますけれども、何言ってもいいよっつうことなんで、思ったことを素直に言っていきたいと思います。というわけで行ってきましょう。はい、というわけでこちらがですね、シャオミのレッドミーバッツ5、そして5プロです。ということで5から開けていきましょうかね。タラーンと色々入ってますよ。ちょっと短め USB-A、USB-C のケーブル、取説に SL のイヤーチップなんで、ついてるのは M サイズということになりますね。ほんでこちらが本体になるわけです。レッドミーっていう風に入っていて、下側に USB-C の充電口ですね、があるというもので、後ろ側にはですね、いろんなものが書かれてるということですね。ほんでパカッと開けるとこんな感じだ。構造的にはね、すごくシンプル、しかもですね、薄いですよこれ。持ち運びにも便利そう。あ、でここポチポチ押せるようになってますね。うっすらですね、スティックのところに L とか R っていう風に入っています。カメラ上でちょっと見えるかどうか怪しいところだけどね。でイヤーピースがありの本体があるっていうことで、一応ね、結構厚みもあるんで、まずまず低域響きそうな感じではありますね。でイヤーピース外すとこんな感じ。結構大きいねこれ。しっかりいい音をさしてくれるような感じではあるな。ほんで今度はこちらですね、レッドミーバッツ5プロで開けていきましょう。タララーンと出ました。中に入ってるものは大きく変わりないんだけど、イヤーピースだけはですね、分かれてないわ。こんな感じですね、 S と L ですね。ほんでこちらが本体になるわけです。名前が似てるんでね、作りも同じかなと思ったらね、全然違いますね。レッドミーバッツ5の方がですね、ちょびっと大きいかなっていう印象。あとレッド見て入ってんだけど、プロの方は普通の完全ワイヤレスですかね、一般的なね。で横にポチポチ押せるようになってて充電できると。ほんでパカッと開けるとこんな感じだ。表面とかもですね、ちょっとザラザラしてて高級感ありますね。あ、これただ下だけだ、上はちょっと違うんだね。でこちらが本体そのものになりますけども、このようにピカンと光っています。タッチ部分もですね、このようにキラーンとしていてですね、非常に高級感ありますね。プロじゃない方はですね、このように結構反射するんですけども、それがない分ですね、非常に高級感がありますね。レッドミーバッツ5は最大 46dB の ANC 機能を搭載したモデル。チタンダイヤフラムを採用した 12.4mm のダイナミックドライバー、3つの外音取り込みモードもあります。現時点でのコーデックは SBC と AAC のみですね。バッテリー駆動時間は ANC オフ時で、イヤホン単体最大10時間、充電ケースを併用すれば最大40時間使えます。一方レッドミーバッツ5プロの方はチタニウムダイヤフラム搭載、 11mm バスドライバー、また 10mm の厚電セラミックツイーターで構成されている同軸デュアルドライバー設計を採用したモデル。プロは最大 52dB のアクティブノイズキャンセリング機能は搭載。こちらの対応コーデックは SBC、AAC、LC3、LDAC という風にしっかり明記されてるんで、レッドミーバッツ5の方はもしかしたら LC3 は使えないのかなっていう感じではあるね。機能面では標準モードに加えてミュージックモード、ムービーモードもあります。こちらも IP54 の防水防塵性能。バッテリー駆動時間は ANC オフ時で、イヤホン単体最大10時間。充電ケースを併用すると最大38時間なので、プロじゃない方に比べると2時間短くなっている。とまあそんな感じ、実際の音はどれくらい違うのか、これから聞いて確認していきたいと思います。
はい、じゃあ確認していきましょう。まずは、レッドミーバッツ5、普通のやつからね、聞いていきましょうか。装着するとこんな感じに見えますよ。非常にコンパクト、使いやすくていいかなっていうふうに思います。アプリと接続するとこんな感じの画面になりますよ。レッドミーバッツ5っていうことで、バッテリー残量とかね、出るようになっています。で、標準にするかとか、いろいろ変えられるんだ。はぁ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 、なるほどね。で、ノイズキャンセリングも、ディープバランスライト。左一回タップ、あ、いいね、一回タップ。はもう入らないようになってます。結構ね1回だけだとね動いちゃうもの多いからね。 EQ かな、イコライザーだねこれで。高音強化とか低音音声、はははなるほど。あと追加効果だって。装着検出、いわゆるマルチポイントですかね、でいけるんだね。とイヤホンを探すとか、ファームウェアのアップデートですねもあるということで、非常にシンプルですね使い方はね。じゃあ音楽聞いていきましょう。うん、あのね音質はねまずまずかな。っていうかやっぱねどうしても広域がねちょっと刺さるですね。刺しすせそうがどうしてもぐさっとくるところがあるんで、もうこれ価格帯的にしょうがないところありますね。オーディオ効果ですね。で高音とかも一応ねアップできるんだけど、ものすごい上がるっていう感じじゃない、ちょっと上がるっていう感じなんで、イコライザーみたいにバーン上げても刺さんないっていう、まあ、ギリギリだよね。音声増幅はね中高域から結構上がるんで、まあ、声聞き取りやすくしたい人はこれでもいいかなっていうところではあるけど、そしたらプロの方だね。プロの方ちょっと聞いてみよう。その前にアプリですね見ていきますと、こんな感じでバッテリー残量分かるようになってて、ノイズキャンセリングになってますね。今オフで外音取り込みっていうところかな。これも強度ですね、標準とか選べたり、ノイズキャンセリングも、まあ、ディープバランスライトですね、それぞれ選べると。あとパーソナライズされたノイズキャンセリング、はいはい、こんな感じでぴったりフィットしたということですね。 OK ですね。ジェスチャーとかもありますね。変わらずいろいろ操作ねすることできるのと、あとオーディオ効果、あ、 3D オーディオもいけるんだ。オーディオバランスですね、高音とか低音とかいろいろいじれるんですけど、カスタムプラマイ6でいけるんだ。これができるだけでも全然プロを買う価値はあるな。じゃあまずはオフった状態で音楽聴きましょう。うん、こっちの方がいいかな。LDAC なんで情報量が一気に増えるっていう感じがしてすごくいいですよ。刺さるっていう感じがなくなるね。ただめちゃくちゃ音が広いとか包み込まれるような感じっていうのではないかな。じゃあノイズキャンセリング行きましょう。まずまず強いかな。45dB ですかが、中低域だね。は、結構切ってくれてますよ。ゴーガーとかっていう音は、綺麗に切ってくれてるなっていうところあるんだけど、やっぱ広域は残るね。外音取り込みはですね、音声増幅だと、かなり、ま、声が入るようになるのと、環境音は全部入るようになるんですけど、めちゃくちゃこう、不自然な感じ、響いてしまうとか、まあ、そういったところでもないんで、個人的には、まあまあ、マイルドかな。マイルドな強さっていうところかなっていう風な感じで、ありますよ。そしたらプロですね、プロも聞いてみましょうか。はい、じゃあノイズキャンセリングね行きましょう。こっち中域寄りの広域までは切ってくれてるなっていう感じではあるけど、それこそ広域までしっかり切れてくれるものね、まあもっと高いものだけどではあるけど、そこまでじゃないかなっていう感じではある。外音取り込みもですね、環境音とかまあ音声とかですねもう増やすと明らかに普通のものよりは聞けるようにはなるんで、ちょっとマイクも強めになるかなっていう。ただちょっとした不自然さも出てくるんで、まあ、どっちがいいんかな、まあ、安全は明らかにプロの方ですよねの方がいいかなっていうところであるけど、まあ、どっちか好き好き分かれるかなっていうところであるかな。ちなみにマイクの音質こんな感じになります。こちらがですねレッドミバッツ5、普通の5のマイクになります。どうでしょうか、クリアに聞こえてますか。こちらがですね普通の5のマイクの音声になりますよ。ちなみにこちらがですねレッドミバッツ5プロ、プロのマイクの音声になります。どうでしょうか、違いありますかね。こちらがですねレッドミバッツ5プロのマイクの音声になりますよ。なるほど、わかった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はシャオミのレッドミーバッツ5、そして5プロをご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、まず5はですね、普通にコスパいいと思う。ノイズキャンセリングついてアップデートもあってアプリも使えてっていうのを考えると、まあまあ問題なくいいんじゃないかなっていう。ただどうしても広域が若干刺さるところがあるんで、そこがなっていう。まあでも価格帯としてしょうがないけどね。ノイズキャンセリングは結構効きますよ。広域までしっかり切ってほしいっていうのをこの価格帯でやるのは無理がある。でかなり切れてる部類には入るなっていう風には思います。でプロの方は明らかにこっちよりはいい音。
声域もすごくマイルドだし、でもダイナミックに聞こえるし、ただもうちょっと両方ともだけどね、音が広いとなおいいかなっていう風には思いましたけど、でもイコライザーもですねいじれるし、でノイズキャンセリングも明らかにですねこっちよりは強いなっていうところ、ただまあ声域はどうしても残っちゃうから、そこをどう思うかって、まあでもこの価格帯で声域まで切れたらね採算度外視してることになるから、でもコンパクトで使いやすいし音的にもまあ問題ないしね、欲しい機能は全然あるし、よく作れたなって個人的には思うぐらいすごく低価格だなっていう風に思いますよ。なんでまあまあ残念なところを言っていくと、音に包み込まれる感があるといいかなっていう風には思います。まあ一応ね 3D オーディオ入れればね、まあ、それっぽくはなるんだけど、まあ、もっと広くだよね、全体的な迫力だね、それが欲しいなっていう風には聞いていて思ったんですけれども、この価格なんで1万円以下に抑えてですね、いろんな機能を使えるようにしたっていうのはやっぱすごいなっていう風には感じました。なるべく低価格なものでですね、物が良くってしっかり使えるっていうものが欲しいんだっていう場合は選択肢に入れてもいいんじゃないかなっていう風に使っていて思いましたね。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで見に行ってみてくださいね。それとこの動画が面白いと思った方は高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてください。いつまでも出したー、チャオ。